皆さんこんばんは。マサラニュースのお時間です。本日はインドで大変話題となっておりますコロナウイルスについて、インド在住のチャロブラからご説明申し上げたいと思います。はい、ということで、本日は、今のインドのコロナの状況ということで、説明をしていきたいと思います。はい、もう大変ですよ。まあね。大変ですよ。急に来たね。急に来たよ。びっくりだよ。とある日突然ドーンと来て、インドに住んでる人たちからするとビッグニュースですからね。まあね。もう大問題ですよ。僕たちなんかね、ちょうど3月に日本帰ろうと思ってたんですよ。特にこの2人は。そうね。確かに。帰れなくなっちゃったから ね帰らないって判断したのは、まあビザのあれやり取りの前だったけどね、でもなんかこうなるんだろうなっていう雰囲気が若干ありましたね。そう、なので、ちょっと今日は雰囲気を変えてね、ちゃんとした話を今現状どうなってるのかっていうところを皆さんにお届けしたいなというふうに思ってます、はい、なんちゃんがちゃんとした話するの初めてだね。そうですね、僕オープニングムービー以外で、スーツで、動画に出るのは初めてだと思います。本当だよね。はい、僕いつもあえて T シャツとか短パンとか、ちょっとだらっとした格好で出てるんですけど、はい、ちょっと今日はちゃんとスーツを着て出たいなと思います。すでにインドは年中無休でクールビズなんで、基本ネクタイはあんましないですね。確かにね、はい、インドある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 ではないか。まあまあまあ上着は着るけどね、みんなね、上着は着るね、チャロブラ。はい、では早速、まずはこれまでの経緯ということで説明をしていきたいと思います。まず1月30日にケララ、インド南部のケララで1名見つかりましたと。それがインド最初だったんだね。はい、インド最初ですね。1月30日が最初です。で次に3月3日火曜日にアグラで6件の感染疑い者が見つかりました、3月2日インドのデリーおよび南部のテランガナ州というところで、感染者が見つかって、ただいま3月5日ですが、昨日3月4日水曜日時点でインドの感染者が、合計28名うち13名はイタリア人と。でさらにグルガオン、私たちの住んでいるグルガオンでも感染者が1名見つかりましたというような状況になっております。はいはい、まあ最初はね、ケララで見つかった人たちっていうのは中国の武漢ですね、武漢の大学の人で、インドに留学をしてきている人と、武漢に一旦帰国して、そこからインドに戻ってきた時に発症しちゃったっていうね、感じだったので、まあそれはもう経路もねちゃんと特定されてよかったし、あとその一番13人つってね多く見つかってるイタリアなんかも、まあイタリアでしょうっていうことでね、感染経路もちゃんと特定されてるんですけど、まあ、特に昨日見つかったねグルガオンの人に関してはね、いまだちょっと感染経路がちゃんと分かっていないということなので、もしかすると国内で感染をした初めてのケースかもしれないということでですね、ちょっと今危険レベルというか警戒レベルがねちょっと上がってきている、そんな感じだね。はい、ということで、今の現在コロナの現状によってインド政府は日本人のインド入国を規制をしました、それに伴って在インド日本大使館から私たちの方にメールが来てますので、それをご紹介したいと思います。そうですね、3月3日インド政府はイタリア、イラン、韓国、日本の国籍者に対して、3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ通常ビザおよび E ビザは無効になると発表し、インドに入国する必要がある人は最寄りのインド大使館、インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。本件措置について、インド政府は就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても、インドを出国した時点でビザが無効となり、インドに戻るためには改めて出国先国の最寄りのインド大使館、総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置はマルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。まあ大体の内容はね、韓国、それからイラン、イタリアですね、それから日本とね、の国籍を持っていて、かつ3月3日以前にビザを発給されていた人たちで、かついまだにインドに入国していない人たちですねに関してはビザが全部一時停止になってますと、そういう措置です。なのでインド国外にいる人で、今そういった国籍の人たちは今一切インドに入ることができないという状況です。で、一応インドにもし来たいという場合には、各国の大使館、インド大使館に行ってビザの発給を申請できますよって書いてるんですけど、実際現状は今その新規の申請もできないという状況になってます。なので、イタリア、韓国、イラン、日本に関してはもう今全く入ることができない。あと中国ね、中国もそうですね、うん、中国はもともとこの武漢の件が出てからずっとそういう措置が取られてますと。で、僕たち駐在員からすると、一旦インド国外に出ると同じ措置を受けてしまうということになります。なので一旦インドから出ちゃうと、もうインドに戻ってこれないっていうことなんですね。なので、外の人はインドに入ってこれないし、中にいる人たちはインドから出れないということなので、まあ鎖国みたいな感じなんですね結局ね、間違いない、インド版鎖国にね、僕たちはあっているということです。ビザが失効しちゃうらしいんですよね、うん、インドの外に出ると。で、僕たちビザがないとインドの中入れないんで、入国できないんで、うん、ビザが失効しちゃうイコール入国できない、うん、一回インドの外に出ちゃうと、あなたのビザは失効になりますよという状況です。それで、今現在ビザの受付は一時停止というような状況になってるみたいなので、必要な人はビザの受付がしてもらえるみたいな一部情報もあるんですが、うん、実際のところは今申請はできないような状況になってるみたいです。まあそもそもね、受付できるんだったらこんな措置しないもんね、うんうん、やっぱ入れないっていうことにやっぱインド政府としてもしたいので、うん、まあ当然受付の窓口も一旦、まあやめてますよと、ね、いうことです。バーンってなってるみたいですね。在日インド大使館の壁に壁紙が貼ってるみたいで、うん、そういうのが書いてるらしいですね、うん、で、今後のビザの受付開始も見通しが立ってないような状況なので、そもそもコロナウイルスの状況にね、見通しが立ってないんで、 そうだね、まあその状況が改善するまではね、多分この措置は続くんだろうなとは思います、うん、だから僕たちもいつインドから出れて、うん、ね、うん、っていう状況で言葉足らずで、一応私たち今インドの会社で働いてるんですけど、いろんな会社の話を聞くと、基本的には不要不急の海外渡航は控えてくださいというようなアナウンスは各社出てるみたいです、うん、なので、基本的にはもうインドから出ないでくださいというような実質的なアナウンスが各社出てるような感じですね。まあそりゃそうだよね、だって1回出たらもう仕事になんないもんね。そう、私たちも例外ではなくて怒涛の形でインドに閉じ込められました。そうですね。まあ日本帰れなくなるのはまあ100歩譲っていいとしてさ、近隣諸国に海外旅行もできないのはきついね。きついね。来週ホーリーっていうですね、インドで結構デカめの祭りがあるんですよね、うん、で、その前後って結構休みになる会社が多くて、結構長期休暇ね、それにつなげて1週間ぐらい休む人が多いんですけど、結構それで駐在員の方もね、例えばタイとかシンガポールとかいろんなところにこう旅行に行くっていうのが毎年の流れなんですけど、うん、もう今年はもうそれが一切できないっていうことなんで、もう皆さんインドで過ごすと、もうね、どうなんですかね。まあまあまあ、自分の時間ができたりとかね、今までやれなかったことができるっていう面ではいいですけど、まあ結構大変ですよね。まあね、やっぱリフレッシュができないし、ね、インド好きな人はいいけどね、もともと。でも仕事で命じられてきちゃってる人なんかは結構きついんじゃないかなと思います、うん、僕はもう動画編集の日になりそうですね。そうですねで、今の実際のインドの中の状況ってどういうところなのっていうところなんですが、うん、現状は、まあ、大きく変わってるところはないです、例えば実際に外を歩いてる時のインド人の目はちょっと厳しくなってきましたね、うん、はい、基本マスクしてるんで、私たちも外歩いてる時はちょっと「えっ大丈夫っていう目で見られるようなことは非常に多くなってきました。風当たりはちょっと強いかもしれないね。まあね、でもあからさまになんかお前コロナ持ってんだろうとか言われることは今のところはないですね。そういう経験はまだしてないね。一部地域ではなんかそういう経験をした人もいるやには聞くんですけど、僕たちの周りではまだいないですね。まあけど逆の立場になったらそりゃそう思うよなとは思いますけどね。だって怖いもん、もう分かんないじゃん。まあね、でもこっちとしてはさ、もう数年いてね、で前に帰ったのも、年末年始か、もうコロナ持ってるわけねえじゃんって思うんだけど、ね、いやまあまあそうだけどさ、まあだって俺たちもネパール人、インド人、スリランカ人見分けつかないじゃん。まあね、だから多分インド人も日本人、韓国人、中国人見分けつかないから、もうアジアってだけでちょっと危ないなみたいなところ、プラスアルファ規制かかってるからもうちょっと見ただけで怖いっていうのはまあ分からなくもないですけどね。はい、そんな感じで今のインドの現状をご説明をさせていただきましたが、まあインド国内がすごい混乱してるとかそういうところでは今日3月5日現在はないです。あくまでこれまで通りに仕事もできてますし、特に大きなデモ活動とかもあまりないと思っています、聞いてないです特に。はい、ただまあ今後どうなるかわからないし、僕たちもまあ実際そのビザの、ビザ関連がいつ解除されるかがわからないので、実際私たちとしてはちょっと怖いなっていうようなところではありますと、まあ不安だなって感じですかね。不安ですね、いつ日本に帰れるか。まあでも今日本に帰ったところでね、ちょっとコロナのリスクがねあるんで、まあインドにいていいのかなと思いますけどね、ということなので、皆さん、インドすごいやばい状況だなって思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、そんなことはないのでご安心ください。はい、ということで、皆さんコロナ、非常に危険な状況にあると思いますので、手洗いうがいしっかりと忘れずに自己予防してください、アルコール消毒とね、お気をつけください。あとインド在住者に寿司であったりとか牛肉の写真を送らないでください。なぜその心は？食えないからです僕たちは食べようと思って3月に帰る計画をしていたのに食えなくなったからです確かにね、ツイッターとかでたまに流れてくると結構殺意だけですよね。あれはね、てめえこんな野郎俺たち食えねえのに調子こいてんじゃねえぞこらってなりますからね。それだけはやめてください。なんちゃんね、元ヤンキーなんでね、結構怖いんですよ。ヤンキーじゃない。今ね、インドから出れないんであれですけど、そういう人たちをね、結構地獄まで追い詰めて、結構ね、こうやっちゃいますんで、本当気をつけてくださいね。マークされないように。こうやりますけど。こうやるのもおかしいです。何これ？これ何をどうしたらこうなるの？皆さんしっかりお元気にお過ごしください。この動画役に立ったなと思う方はぜひ、チャンネル登録、いいね、それから各種コメント、よろしくお願いします。もしね、私たちが伝えきれてない情報でこんなのもありますよっていうのがねあれば、ぜひコメント欄でね、インドの最新の情報も教えてください。その他アップデートがありましたらまた、私たちのツイッター等で、ご報告していきたいな、休養していきたいなと思いますので、そちらの方もチェックしていただければと思います。では、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではさよなら。皆さん気をつけてね。バイバイ。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー何卒よろしくお願い申し上げます。